テオスのディオニューソス神殿跡、2012年撮影テオスの劇場跡テオス、ないし、テオは、イオニア地方沿岸部のキュトリウムと、ミオネスという二つの半島の間に位置していた古代、ギリシアの都市。ボイオーティア地方のオルコメノスから来た、ミニウエス人や、イオニア人、ボイオーティア人らによって創建されたと言われるが、それがいつだったのかは分かっていない。テオスは、 イオニア同盟を結成した十二都市の一つであった。この都市は地境をなす低い丘陵地に位置していた。遺跡はトルコのイズミル県セフェリヒサール地区にある現代の町シアジクの南方に位置している。パウサニアスはテッサリア王、アイオロスの子でボイオーティア王であったアタマースの子孫で、同じくアタマースと称した指導者がオルコメノスからミニウエス人たちを率いて到来し、 この都市を創建したと書き記している。その後、イオニア人や、アテナやボイオティアからの移住者が流入した。二箇所の良好を要したて、オスの繁栄は、紀元前540年頃にキュロス2世がリュデアとイオニアに侵攻するまで続いた。テオスの人々は、トラキアのアブデラや、ケルチ海峡のアジア側に位置したファナゴレアといった。 海を隔てて新たに創建された植民都市へと退去することが懸命だと考えた。港は後にアンティゴノス星が復興することとなった。ローマ帝国時代にはこの都市はワイン、劇場、ディオニューソスの神殿などによって知られていた。これらの施設は低い丘の上に位置し6世紀までに城塞化されたアクロポリスの周辺に配置されていた。当時のテオスの港に近い 小さな岩壁であるテクタス付近で発見された南線は紀元前六世紀から紀元前四世紀にかけての古典古代に遡るものであり当時エーゲ海諸島の東部の島々と海を介しての交易が行われていたことが示唆されているヘロドトスは当時の各都市の方言に基づいて四つのグループを定義したがテオスはギリシア語イオニア方言の中のリュディア方言グループの 一員とされた。テオスは、詩人のアナクレオン、歴史家のアブデイラのヘカタイオス、ソフィストのプロタゴラス、詩人のスキュティノス、地理学者のアンドロン、ジョジス詩人のアンティマコス、アリストテレスの著作の保存に努めたアペリコンラの出身地である。エピクロスはテオスで育ち、デモクリトスの弟子であったナウシパネスの下で学んだとされている。ビトルウィウスは、 テオスのディオニューソス神殿の建築家がヘルモゲネスであると記した。現代の村落であるシアジクはテオスの遺跡の近くにある。かつての都市の内部は、その後、お農地として長く利用されてきたため、遺跡の発掘は困難な状態にある。農地のすき返しによって、土地の表層に陶片などがもたらされることもあり、考古学的調査を通して収集が進められている。ありがとうございます。